阿寒町は、北海道東部、釧路市長管内の阿寒郡にあった町。マリモで有名な阿寒湖を有する。町名は、アイネ語由来であるが、その語源については、諸説あり、阿寒とする説や羅漢に関係するという説。地震の時、お阿寒だけが動かなかったことに、由来するという説がある。釧路市との合併後、元の阿寒町役場は、阿寒町行政センターとなった。 釧路市から北西約4 0キロメートルに位置。阿寒湖から南流する阿寒川の流域を占め、長域は南北に細長い。阿寒川に沿うように、国道240号が縦断している。中心である阿寒地区は南部の釧路市に近い場所にあり、ここに町役場が置かれていた。北部は阿寒マシュ国立公園に属し、阿寒湖、阿寒湖温泉を有する山岳地帯。 一年を通して全国、海外特にアジアから多くの観光客が訪れる。かつてはおス別炭鉱を中心とした炭鉱の町として栄えていたが1970年2月に閉山。町は大打撃を受けた。現在は、酪農、畜産、阿寒湖を中心とする観光が、基幹産業、高等学校、中学校、小学校町内に、鉄道路線なし、以下の駅が、 最寄り駅でバスが運行。1970年4月15日にオス別鉄道廃止。町内には、阿寒駅、古武田駅、新友別駅、マスミ町駅、オス別丹山駅があった。一般国道道の駅北海道環境生活部、アイヌご知名リスト。ありがとうございます。